はい、今届きました LG ウォッチ R ですね、待ちに待った LG のウォッチ R が届きました。これはですね au プラスワンコレクション、セレクトというところで、からのボンで、Google プレイから買ったわけではないですね。あるサイトの楽天の方さんのお店に入っているお店から買った LG G-WatchR ですね。1回目は開封動画として、投稿したいと思います。この後設定編とか付けたところとかを順次な動画投稿していく予定です。なんといってもね、日本人の方の投稿が少ないんでね、なかなか外人さんばっかりしてるんで分かりにくいところがあるんで、僕がまあやってみようかなと思うところで買ってみました。まず第1点に、まあ一番悩む点はね、元360、モトローラーが出した元360と LG G-WatchR とどちら買うか迷ったんですよね。デザイン性では元がいいですね。で、まあ全体的な流れで時計らしくなるって言ったら向こうかなっていう感じがするんですけど、まあこっちの方がですね、まあ見慣れた形って言いますかね、まあ、G-SHOCK とかあの辺のちょっと1世代前の形の、まあ、時計らしい時計って言いますかね、そういう形してるんで、こっちが無難で派手さがないというところでこちらを選びましたね。でこっちは気圧計がついてるんでね、はい、まあ、値段的には、まあ、どっちがどっちっていうのは今のは元の方が、安くなってますね。29,700円ぐらいで、Android、Amazon とかで買えるんじゃないかと思います。早速前置きは置いて、開封していきたいと思います。はい、これですね、箱全体をゆっくり見せたいと思います。こういうふうに英文で入っています。裏ですね、はい、LG G-WatchR ですね。はい、はい、LG G-WatchR こうなってますね。はい、もう一度ピントが合ってなかったんで、はい、はい、こうですね。で、縦がこうです。 G-WatchR、はい、開けていきたいと思います。裏箱、横箱、裏ですね。まあ、取説、まあ、この辺のあれは見せない方がいいと思う。はい、これだけのもんがついてますね。はい、開封します。で、ここをカットします。まあ、はい、カットしましたね。で、ここが開きますね。蓋が開きます。はい、中身が出てきました。はい、はい、これ G-WatchR ですね。はい、照明を近づけて照明を当てます。はい、こんな感じ。 G-WatchR の箱と取説ですね。なかなかいいですね。まあ、じっくりお見せしたいと思います。こうですね、はい、この箱を開けたとこです。うん、僕の会話はねうるさいんでね、極力小さな声で、はい、これがクイックスタートガイドですね。まず、これがクイックスタートガイドになります。これが入ってますね。お、 A1 コレクションは日本語ですね。はい、取説が、はい、クイックスタートガイドが入ってます。まあ日本語でこういうふうに表示されますよね。言語の設定はもちろんついてますんで、メニューに、はい、はい、クイックペアリングとかのやり方が、クイックスタートガイドが日本語で、ちゃんとあります。おそらく Google プレイストアで買えば英文になると思います。向こうから送ってくるんでね、これはA1 プラスコレクションなんで、日本語向けに、はい、中身ですね、これ、はい、これが本体です。まあ、中身これですね、はい、光ってますね。液晶面と裏ですね、はい、で、これを撮ってます。はい、撮りましたね。これがこれですね、一個一個、はい、はい、こうなってます。はい、これが本体ですね。本体です。はい、
はい、大きさが分からなかったら僕の時計とこの比べてみましょうかね。ちょっと撮影しながらなんでね。はい、こんなもんですね。はい、左がカシオの、まあ、スポーツ時計ですね、防水の、こちらが G ウォッチ R ですね。右が G ウォッチ R になります。はい、はい、まだ設定してないんで画面はつけないんですけど、はい、開封編というところで、まあ、とりあえず左側が僕の、はい、カシオの、まあ、スポーツタイプのやつですねと比べたら、まあ、若干 G ウォッチ R の方が大きいかなといったところですね。画面とかサイズ的に、まあ、ちょうどいいですよね。まあ、こういう風になってます。後ろ、はい、これ革ですね。ベルトはですね、まあ、これ付け替えられるらしいんですよ。22ミリのベルトをアマゾンとかで買えばですね。なんでこの革になってるかというと、何かここの後ろの心拍センサーとかを金属だとこう畳んだ時に傷つける可能性があるんでね、これだとはい、傷つけないというところで、なんかこれに、してるらしいということを聞きました。まあ正確かどうか知れませんから。それと Bluetooth で飛ぶんで電波の障害がないんで、革の方が、誤作動が起きにくいという、そういう点でなんか、はい、これがついてるみたいな。金属バンドもできるんですけど、まあこっち、うん、まあバンド自体はそんなに良くないですね。革ではしっかりしてるんですけど、ちょっとダサいというか普通の、はい、ここはまあプラスチックじゃなくて金属ですね。はい、これ金属です。プラスチックに見えますけど、これがプラスチックだと折れてしまいますんで、金属の爪がついてます。ここは金属でできてます。はい、今届いたばっかりですね。新品です。はい、まあこれだと穴がたくさんあるんで、はい、まあここ22ミリのピンで普通の時計屋さんに持ってってね、気に入ったベルトを探せば買えれると思うんでね、まあそのうちもったいないんでね、そこ、まあベルトも2000、3000するんでね、これ使ってまあ飽きてきたら買えればいいと思います。これがマイクロフォンですね。 OK Google というと反応するマイクロフォンですね。各種ここがマイクになってます。で表面ですね、はい、ね、こういう感じですね。はい、いいですね。やっぱし買ってよかったですね。はい、こうです。ゆっくり後ろ見せば、はい、LG ですね。はい、 LG のはいですね。ここが、充電用の端子ですね。はい、ここが、心拍数を測るためのこう緑色のライトがバッとつくとこですね。はい、これが心拍センサーですね。LG の G ウォッチ R ですね。LG のマークで革がこうなってね。これまあ汚れてくると思いますよね。中が白なんでね、汗とかで。まあそうなったら変えればいいとか。はい、こういう作りになってしっかりした革ですね。はい、これが、リューズの部分です。はい、こうテカッと光っているのはここに、保護シールが貼ってありますね。これ取ればまたあれが出てきますんで、綺麗に。傷がつかないように後で設定する。まあこれは開封編なんでね、はい、またそのうち買ったんでね、開封編設定編と続けたいと思いますね。これ G ウォッチ R ですね。まあウェアブルの Android と対応する、今 iPhone とか IoT とか言ってますけど、 Google の端末で 4.3 以上でつながる、ペアリングするつながる G ウォッチ R ですね。これが LG のものです。はい、Nexus で僕はやります。タブレットも持ってある方は Android で 4.3 以上だったらペアリングできますので、まあ携帯を買わなくてもタブレットでも大丈夫。そういうとこは皆さん行ってないんでね、みんな携帯でやってるんですけど、これはタブレット、Android タブレットにでもペアリングができます。はい、そういったところで中身を見ていきたいと思います。あと付属品ですね。これが、まあ、G ウォッチ R ですね。の付属品、中身。まず、ケーブルですね。はい、USB ケーブルとマイクロ USB となってますね。USB ケーブルとマイクロ USB、 はい、こんなふうになって、これ1点2点ですね。はい、1、2と箱から出した、
これがアダプターですね。AC アダプターになっていますと、あれがついてますね。AC アダプターがついて、これとこれで AC アダプターがついて、さらにこれですね。開けましょうかね。これが、はい。これをなくすと充電できないんでね。これをなくすと充電ができないんで、はい。これですね。はい。ここに USB のさっきのあれをつけますね。挿します。これがマイクロ USB。見えますかね。マイクロ USB の入り口ですね。これが接点部分ですね。で、これがなんか磁石になってるそうで、はい、これの裏の部分。はい、型番が見えますかね。はい、まあ、裏の部分。これにどうつくかというと、充電するときにですね、ここの GVOTR の接点部分がペチャッと磁石で、こう、磁石になってますので、こういうふうに、はい、こうつきますね。はい、磁石なんで落ちません。はい。軽い磁石になってます。はい。これが、で、あとは充電をすればいいということですね。差し込んで、充電してもらえば、まあ、パソコンの USB からでも、まあ、アダプターから。パソコンからだったら、多分電、アンペアの関係があるんでね、充電が遅いかもしれません。まあ、使われるには、やっぱこれを使ったがいいと。これですね。はい。AC アダプター。はい。ついてますんで、これですね。LG、はい、型番も書いてあります、はい、GWatchR とアダプターと USB と USB のマイクロ USB、はい、のケーブルですね。この3つが入って箱の中に入ってました。そういったわけで開封動画の今届きましたAU コレクション GWatchR ですね。箱と、これ箱ですね。箱と R を置きまして、コネクションですね。GR コネクション。はい。こう置きまして、あと、これがケーブルですね。ケーブルとアダプター。こうです。はい。これです。はい。これだけですね。これだけ入った、この3点が1本体 AC アダプターとマイクロ USB と USB 片一方が USB でマイクロ USB となっております。そのコードがちゃんと入ってますね。マイクロ USB と USB ですね。まだ開けませんけど開封でちゃんと入ってます。この3点、はい、1、2、こちら置きますね。見えやすい白のところ、こういう感じで、はい、AC アダプター、AC アダプターと、これですね、AC アダプターと、今届きました AU1 コレクション、セレクトで、日本語のクイックスタートガイドがついて、今届きました。お値段は3万以上ですね。はい、一番安いのはやっぱし Google プレイストアから買われた方が安いと思います。僕は配送料込みで、まあ、約3万6千円ぐらいになりましたね。まあモトローラの元360は、お安いので、今 Amazon では、2万9000、3万円前後で買えると思います。まあ、絶対買いたいなと思う人は、はい、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。IoT ってみんな IoT の方に目がいってますけど、 Android が先行してこんなのを出してますんで、これは、防水防滴ですね。最後に防水です。防水、完全防水、まあ、完全防水というか、まあ、気圧の30メーターも40メーターもそこは実験してないと思う。普通、防水ですね。これ防水で、防塵で対ショックということになっております。あと気圧計がついて、ジャイロがついて、まあ温度センサーついてるかな。まあその辺は、はい、これの違いはですね、元360は気圧センサーがついてなかったと思いますね。GWatchR
こちらの方は気圧センサーがついてるんで、まあ台風の時とかそういう時がまた気圧の変化が見れるといったわけで、開封動画のご紹介でした。これにて、これはね、下についてるのは充電器ですよ。厚みを外しますね。はい、外して、これで LG の GH-R の開封編でした。では皆さん、買ってみたい方はいろいろ見てはいかがでしょうか。 GH-R のご紹介でした。開封動画です。次は、設定編、つけたところいろいろこれで、3回ぐらい、投稿したいと思います。ではまた。